もう1枚こう羽織るものが欲しいなっていう風に思ってる方も増えてきてるんじゃないかなと思います。コートね、冬のコート、何を買いましょうか。これがいいんじゃないでしょうかね。 はい、こんにちは、森市です。今日はね、コートの話ですね。そろそろコート着たいなって思ってる方も多いと思うんですが、第一発目のコートね、何を買おうか迷う方多いと思うんですよね。値段もそんなにね、安いもんでもないですし、じゃシーズンに2枚も3枚もね、買えるもんでもないですから、幅広く使えるもので、まあ汎用性の高いもの。最悪今年これ1個しか買えなくても、なんとかこれで過ごせるだろうというものが欲しいんじゃないかと思うんですよね。そういった方にやっぱりお勧すすめしたいのは、僕的にはやっぱチェスターコートですね。こういうジャケットがこう長くなってるようなものっていうような感じの、 作りにななっているので貴族的というかキザなイメージがね強い方も多いと思うんですが実はねこれ汎用性が非常に高くってまあいろんなスタイルに馴染むんですよね冬のコートっていうのは一番人気なのは実はチェスターコートなんですがちょっとチェスターコート恥ずかしいなって思ってる方も多いと思うのでどんな感じで着ていくか着こなせるのかっていうのを今日ご紹介しつつですねおすすめなものをピックアップしたいと思います まずね、チェスターコートって何みたいな話からちょっとしたいんですけども、上はジャケットにすごい似てるんですよね、形がね。だけど、下がすごく長くなってるというようなコートです。裏側はこういう感じで、センターベントが入ってる感じですね。ラルディーネもに関してサテン生地で裏張りしてあって、袖まで入ってるので、中にニット着てたりとかしても、袖の引っかかりとかもなく着やすいよっていうところですね。ジャケットの上からでも着れますと。元々はね、チェスター伯爵という方が着て、チェスターコートという名前になったそうなんですが、当時だと多分トレンチコートとか、ミリタリー系のコートがすごく多かった 中でででドレスココーーデでも使えるよううにということいこ編み出されたコートなんですねトレンチコートみたいにいろんなこう無駄な装飾が全然ないんですよね普通のジャケットとして部屋の中でも着てもおかしくないみたいな見栄えになってるというコートなんでトレンチコートとか太郎剣コートだったりとかまあそういったミリタリー系のコートに比べて TPO を選ばずに着れるというのが特徴だったりするんですねジャケットっぽい形をしてるので膝っぽく感じるのでドレスシーンでしか使えないんじゃないのっていうふうに思ってる方が多いんじゃないかなと思うんですね逆にトトレンチコートとかの方が カジュアルととかどんんなシーンででも使えそううみたいい思思ってる方いる方すが実は、チェスターってそんなに気難しいもんじゃなくて、どういったシーンでも使えるということがありますので、それを説明していきたいなと思ってます。着回しとして何が一番有名なのっていうと、タイドアップのビジネスシーンでこのコートを着てる方っていうのは圧倒的に多いと思います。ジャケパンスタイルで、ほとんど同系色のスーツにタイドアップして、靴もちゃんと革靴の紐靴シューレースの履いたっていうのに、チェスターコートを着てると。めちゃくちゃかっこいいですよね。ビジネスシーンでちょっとおしゃれしてるなっていうのがもう明らかにわかるような。 使い方なんでこういったテイードアップスタイルをする人には最適な。 コートでであるというのは1つ目ですこのカシミアを使ったラルディーニのトレンチを使ってるんですが、カシミア独特のこの上品なベージュを使って、高級感をたれる、ただものじゃないコーディネートになる。これもタイルアップスタイルですね。ここまで来るとですね、ビジネスシーンで使うというよりはオシャレシーンで使う形になると思うんですが、ブラウンのパンツに合わせてタイルアップして、チェスターコートと。この辺まで来るとピッティウォームとかでね、よく見るような色合わせだったりするので、よりオシャレなタイルアップスタイルとして使うことも可能です。チェスターコートって、こういう風なイメージが非常に 強いんですよねそうすると、タイルアップしてない僕はなんかあんまり縁遠慮いかなみたいな感じで皆さん敬遠されちゃうんですけども、実はチェスターコート買ってる方の、まあ、8割方の人は別にタイルアップスタイルで使ってるわけじゃなくてですね、普段使いのコートとして使われてる方が多いんですね。タイルアップするシーンでも使えるし、観光葬祭みたいな時も使えるし、ということで便利だねっていう形になってるコートなので、今日僕もドレスカジュアルと言われているニットにジャケットに、いわゆるドレスパンツの色じゃない、チャコールとかじゃない色のパンツを履いてると、こういうスタイルの時に、 こチェスターコートってやっぱりかっこいいんですよね。サイドアップじゃなきゃいけないなっていうことは全くないかなと思うんですね。ダブルでジャケットっぽくなってるのがピザっぽいなと思う方は、サ立でよりコートっぽく着てあげるっていうのが僕は結構好きなんですけども、いわゆるドレスカジュアルと言われているニットにドレスパンツみたいな、普段皆さんがされているような格好でも全然かっこよく決まると思いますんで、こういったチェスターコートの使い方。あとさっきご紹介したカシミアですね。カシミア100%パーなんですよ。今この色と黒という色があるんですけども、20万超えてくるので、 そんなに売れないだろうなぁと思ってほんと数年前からカシミア100%のラルディーニのコンチェスタってやってるんですけども確実にシーズンの終わりにはなくなってるんですね <laughs> すごい人気ですしさっきのウールポリのやつが15万ぐらいですか10万ぐらい高いんですけども見え方が全然違うなっていうのは画面越しにも伝わると思うんですよねチェスターコート持ってる方でセカンドチョイスの方はもしかしてこれを頑張っていっちゃうってう方もいるんだろうなっていうところで売れるんですがあまりにも売れるので今期はその黒っていうのを追加して置いてあると見ての通りすごい光沢感がもうカシミアなんでめちゃ めちゃくちゃ綺麗ですよね。着てるだけですごくオシャレ。タイドアップじゃないと使えないのかなって思われる方多いと思うんですけども、スタイルって全体のバランスなんですよね。だからカジュアル度が高いんであれば、逆にこういうドレスアイテムを上にパッと羽織ることで、全体がドレス感が少し高まって、バランスが取れると。ドレス度を足すっていう意味では、このチェスターコートってめちゃめちゃ最適なんですよね。カシミヤだとまあさらにドレス度が高まりますんで、割合で考えていくって考え方で使ってもらえればなと思います。寝かせるとね、膝度が高いなと思うんですよね。なんでなんですかねそう思いませんどうですかね で結構立てる方として全部立てるやり方と,あと後ろをちょっとだけ立てて少し前は寝かせるっていうやり方がありますここを少しだけこう立ててあげる。自分の好みでいいんですけどもまあ一応やり方としてはその2つのパターンがあって後ろをちょっと立てるとこんな感じですかねあとはまあ本当の休日とか車に乗るっていう方だともうジャケットも着ないんだよねって方も多いと思うので本当はそういう意味ではこういうニットプラスパンツですねジャケットなしでも全然ジャケットを着てるかのような上品さがプラスアルファされるだけで全然問題ないですよね僕はなんかこう,いう感じ 感じだと巻き物をやっぱり巻きたくなるんですけどもまあ今うちだとカシミアの女子エールスノラとかですねジェーデが復活しましたで、ね、あの辺を巻いてあげるとかなりかっこよく決まるんじゃないかなと思うんですけどもこの辺の刻すぎる感が苦手な人は巻き物巻いちゃうっていうのがいいと思うんですかね、まあ、こういう感じですかねこれが黒のカシミアですね黒なんでねカシミアっぽさが見えにくいんですけども光沢感とかで一目瞭然なんですよねその良さっていうのが中に黒ニット着て2トーンぐらいでまとめてあげるっていうような着方とかもかっこいいかなと思うので着てあげたりもうちょっと冬が進んできたらタートルネック のニットですねジャケットってそもそも相性いいじゃないですか、タートルネックと。それと同様に、このチェスターコートっていうのも、タートルネックニットとの相性ってめちゃくちゃいいので、こんな感じのスタイリングとかもできます。秋の入り口とか、春先とかであれば、実はカットーとか、コットンニットの薄手のものの上に着るっていうのもかっこいいです。スニーカーにジョガーパンツ履いて、すごい薄手のコットンニットみたいなの着て、もうニット帽みたいなの被ってめちゃくちゃそれでカジュアルになるじゃないですか。そこにチェスターコートをスッと羽織ってあげるっていうのもすごくかっこいいので、カジュアルに対してドレスを足し合わせるみたいな服装になるので、 近所を歩くみたいな感じの時にチェスターコートをサッと羽織ってるっていうのはかっこいいかなと思います。その時は僕だったらブートニエルを外すかなとは思いますけども気を利かせながらですねやっていただければなと思います。今年やっぱデニムってすごい注目されてるアイテムで皆さん1本ずつぐらいは多分買ってるんじゃないかなと思うのでちょっとデニム合わせだけ最後にお見せしたいなと思います。アントラミの色落ちしたデニムフィリッポデロレンツスのシルクカシミアのね18ケージのニットです。すごい光沢感があってめちゃくちゃかっこいいんですよね。これが3色あってタートルもあります。足元はあの例のフェランテのね 中のやつですね、日常カジュアル着みたいな形にチェスターコートを着てあげる。ヘリンボーのブラウンとか言うとスーツスタイルで着そうな感じなんですが、こういったものをね、普通に着てあげるとかっこいいんじゃないかなと思います。まあ、襟立ててあげてもいいですしね。このブートニールの扱いですかね。これがあるとよりこうデコラティブ装飾的になるので、カジュアル合わせの時ってちょっとトゥーマッチに見える場合もありますので、気分に応じて着けたり外したりしてあげるという感じですかね。このチェのチェスターコートの安いのって世の中って溢れてて、着た感じが全然違いますよね。カシミアラーズ全体的にすごい綺麗なドリ レープががかかかっってててて体でででで馴染んんんくるので着てるのの着着だだけすすすごい高級なもん着てんだなもいい,、ね、いいうりやねあと、チェスターコートってね、特徴としては、結構この V ゾーンが広いんですよ。中との色合わせっていうのは必ず考えてあげる必要があるので、めんどくさい人はそれをニット一色とかで決めればいいと思うんですけども、ここの V ゾーンを活かす方法っていうのもありまして、まあ、いわゆるレイヤードですね。ここになんか違うアイテムを入れてあげると、またそれはそれでおしゃれに見えるので、例えば以前ご紹介した、ジェディアハンベッチュのエンメティのノーカラージャケット。 シンプルにこれだけでもかっこいいんですけども、こういったものを V ゾーンに差し込んであげると。まあ、そうすると、異素材コンビみたいな見え方で、おしゃれ感が高まるのと、この V ゾーンが寒いみたいなところっていうのもカバーできるんですね。レイヤードを使って、ちょっとおしゃれに見せてあげるみたいなやり方っていうのは、非常にいいかなと。ちなみに、このフェリックスはおすすめです。ウール三車コンのネイビーですね。敷き締まっててかっこいいですよね。やっぱデニムにネイビーってかっこいいですよね。中のレイヤードっていう意味では、他にも色々着こなしあるんですよ。 できますしフィリッポ・デ・ロレンツのこういうニットのパーカーがあるんですけども休日着的なチェスターの利用法なんですがこれの友字みたいなもの,のジョガーパンツで上下セットアップにしちゃってチェスターとかでスニーカーとかもめちゃくちゃかっこいいのでいいと思いますパーカーにデニムだけだとかなりカジュアルになるんですけどもチェスター着るだけで全然オシャレとか変わるっていうのはすごいわかりやすいかなと思うのでカジュアルっぽくニット帽とかかぶっちゃうみたいな方もかっこいいかなと思うんですよね今までそういうタイドアップに使うアイテムなのかなと思ってた方もこういったこう着回しでいくらでもこのジェスター 本当にかっこよく使えるとととがでででききままますすのでチェスターコーコト今今ら外ししてたたた方もう今期はねぜひねちょっと検討していただきたいなと思いだな思ラルディーニのものってやっぱりこうシルエットがすっごい綺麗なんですね。僕が今までやっぱブランドいろんなチェスター買い付けてきましたけども、ラルディーニのチェスターが一番ボリュームは多く残していて、イーボのね、ベルテッドのチェスターコートっていうのもまたかっこいいのがあるんですけども、気品を持ったシンプルなチェスターコートなんだけど、かっこよさをバシッと見せてくれるっていう意味では、ラルディーニの横に並ぶものは今のところ僕は見つけられてないなという感じです これがネイビーのウールポリコンという生地になってますあウールだけだとベタっとした印象になってしまうのでポリコンが混ぜてあって三ャンシャコンになってるやつですね同じ素性でこれはブラウンのヘディンボーンになってますねこれもねちょっと硬いイメージじゃないですかブリティッシュっぽい生地に見えるんですけども何にでも使えるので色の好みとかで選んじゃっていいかなと思いますあとはねもうこの2つブラックとベージュのカシミヤ定番としてずっと並べておきたいなとは思ってますけどもそんなに数をこを出してるわけでもないのでねちょっとチェックしてみてください という感じで、ね、今日はあの、チェスターコートについてご紹介しました、ラルディーンですね。着回しこれ本当に効くので、もっと見せたいんですけども、本当巻き物してもすごいかっこいいですし、もっとカジュアルに振ってもかっこいいんですね。使用範囲狭くないんだなっていうことはお伝えできたかなと思いますので、見てみてください。いいねと思った方は、いいねの方と、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今後もね、ちょっとコートはね、いろいろおすすめのものがあるので、紹介していきたいなと思ってますから、必ずチャンネル登録と通知オンして見てってください。あと、インスタグラムやってます。服ってスタイルでこういう風にも着れるしあ ものインスタグラムなどねそういったこともできますのでミノファイブというアカウントやってるのでそちらフォローいただくとこのアイテムこんなのこういうふうに使ってやがるやみたいなところで参考になる部分もあるかなと思いますのでぜひ見てみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょう森市でしたバイバイ はい、ありがとうございました。今日品川駅通ってたらスーツケース持った人がいっぱいいて、いよいよ人がね、動き出したなという感触ですよね。人に会う機会が増えたんですかね、前よりね。服欲が前よりやっぱり圧倒的に高まっちゃっていて、先日もパンツ3本、ジャケット2着をお直しに出したりして、上がってくるの楽しみだなみたいな状況なんですけども。ピッチボモって、まあ、ちょいちょいちょいね、話してますよね。世界最大のメンズのドレスの展示会がイタリアで年2回行われるんですね。超格好つけた人たちがスナップ取られてみたいなのね、見た方も多いと思うので、知ってる方もいると思うんですが、 それそれ大体毎年行ってたんですけども、コロナの影響で行けてなかったんですね。次回の1月もあと2、3ヶ月後か、そろそろ行きたいなと思ったんですけども、行く人も徐々に増えてはいるんですが、まだ日本人そこまで多くないっていうのと、入国と出国はまあまあ緩くなってきてるんですけども、航空運賃がめちゃくちゃ高いんですよね。僕らが行ってた頃は片道12、3万で行けたのが、今、パパッと調べた30万とか40万とか平気でするんですよね。かつ多分ホテル代も高くて、一発行ったら100万円コースみたいな感じになってて、かなり高いなぁ。 っってていう感じがあってですねで僕ら基本的に海外で直接買い付けしてるブランドってそんなに多くなくて基本的には日本の代理店経由が多いんですねピッチに行くのもやっぱりまあ現地の動向を見たりとかトレンドを追っかけたり情報収集みたいなのが主な目的だったりするのでそれでそのお金出していくっていうのもなかなかタフやなっていうところで今回見送ろうかなと思ってるんですけども、まあ、せっかくねこう YouTube とかねやり始めたんでぜひ現地のやつを動画で撮ってやりたいなと思うんですよね例えばおしゃれな人たちっていうのは撮られるためだけに来て広場でウロウロウロしてバイヤーの仕事 全くししてなないいい人たちしかいないよとか本当のバイヤーっていうのはそんなかっこいい人そんなにいないよだっ,ったりとかあとね実はねピッチオンってあんだけ写真撮られてるんですけども撮っていい箇所ってあの広場だけなんですよね中に入った展示会場っていうのは撮るとめちゃくちゃ怒られるんですね最近ちょっとね緩くなったのかなと思うんですけども10年前ぐらいとかはうちのスタッフがちょっと隠して撮ってたんだと思うんですよね室内の展示会場でそしたらこんなごっついセキュリティーの2人がガーッと寄ってきて「何やってんだお前」ってすっごい詰められて「これ消せこれ消せこれ消せ,これ,消せこれも消せ」って言って。 4枚ぐららい消させられてなんならそれも募集するぞぐらいの雰囲気だったんで、けどちょっと待ってくれみたいな感じ消すから消すからみたいな感じすっごい厳しかったんですけどもだからちゃんとその代理店さんに同行してもらってそのブースの許可をもらってから撮るっていうのはいいんですけども勝手にそう展示会の中に入ってってバン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 撮ってると捕まるみたいな。 感じなので今行ってる方って結構平気で撮って乗せてるじゃないですかあイいうの見るといやー結構やばいんだけどななんて思って見たりするんですけどねまあ次回の夏行けるかその次の冬になるかわかんないですけどもそろそろね PTO も行きたいなと思ってます行くとねやっぱ自分自身もすごく勉強になるというか広場にいるおしゃれさんたちっていうのはやっぱりいわゆるプレミアムリーグの方々なんでワールドカップクラスの人たちなんですよね自分がおしゃれをしてたというものがまあどれだけアマチュアレベルなんだっていうのを身につまされるというか思いがあるので刺激を受けるっていうのはすごく大事 それがまたひいては J ・ェィアの、ね、成長にもつながりますんでまたちょっと行きたいなとは思ってますという感じです。